はいどうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローです。はい、ちょっと今回の動画はですね、長くなりそうな気がしますので、この冒頭のね、どうでもいい話はそんなにしないように気をつけます。皆さんパソコンってどんなの使ってますか？まあ最近だとね、スマートフォンの性能が結構上がってきていますから、もうパソコンなんか使わないでスマホだよという方もですね、いらっしゃるかと思うんですけども、まあそれでもですね、やっぱり重たい作業をする場合っていうのはパソコンを使うことが多いと思うんですよ。でそんなパソコンなんですけどもね、私はデスクトップパソコンというものを使っています。そんなデスクトップパソコン、自作 PC っていうの聞いたことありますか？まあ、詳しくは知らなくても、なんとなく言葉は聞いたことあるなという方いると思うんですけども、まあ要はパソコンを自分で組むわけなんですね。なんか自作パソコンっていうとね、すごいハンダとか使ってこう、すごい難しい作業やるんじゃないかみたいな印象があるかもしれないんですけども、全然そんなことはないんですよ。すごい大雑把に言うと、全部パーツをこう買い集めて、それをポンポンポンってね、ケーブル繋いで組んでいく。そんな感じです。だからまあモデルガン組むよりも簡単じゃないかな。まあダメだ、またちょっと話が長くなってきちゃいましたね。はい、まあ今回ですね、そんな自作パソコンやっていきたいと思います。今回用意したパーツはこちら。まずはこれがないと話になりません。マザーボード。今回マザーボードはですね、アスロックの D450 Pro 4っていうのを買いました。ソケットは AM4 です。で、AM4 のマザーボードを買ったということは、CPU はもちろん、Ryzen です。Ryzen 5の 5600X。最近発売されたやつですね。まあ大体4万円ぐらいでね、結構高いんですけども、5600X 買いました。いや、本当はね、3700X とも迷ったんですよ。なんですけどもね、この Ryzen 5の 5600X の方がシングルスレッドの性能が高かったので、まあだったら 5600X の方ちょっと試してみようかな、みたいな感じで買ってみました。まあこんなね、さらっと言ってますけども、結構迷いましたよ。3700と5600。まあとにかく 5600X にしましたと。で、5000番台だと、この B450 って対応してないんじゃないかって思う方もいるかもしれないんですけども、BIOS アップデートが出てまして、アップデートかければ、この5000番台も使えるみたいです。で、ちゃんと、アップデート出てること確認してから買ってますから、多分大丈夫なはずです。まあ、ドキドキだけどね、こういうのも楽しみの一つなんじゃないかなと思います。はい、そして電源がこれですね。クロート指向のプラグイン電源の 650W のにしました。で、80プラスのグレードはブロンズです。いや、電源もすごい迷いましたよ。電源って一番大事ですからね。適当な電源買っちゃうとね、本当に動きが不安定になるんですよ。まあなのでね、私あんまりパーツメーカーに詳しくないので、とりあえずあのクロート指向っていうね、有名なメーカーじゃないですか。はい、なんで、このクロート指向にしてみました。はい、そして、メモリーがこちらですね。XPG っていうメーカーなんですかね。ちょっと違ったらごめんなさいね。まあこれの 32GB にしました。はい、そしてストレージがこれですね。サムスンの806 EVO、1TB です。まあでもストレージに関しては、今使っているパソコンに入っているものをこっちに流用して、それに加えてこの 1TB っていう形になります。だから想定しているのは、今使っているパソコンから取った 525GB の SSD、そして 2TB の HDD。まあこれは倉庫ですね。そして今回のこの 1TB の SSD っていう構成でやろうと思っています。だから C ドライブが 525、D ドライブが 1TB のこれ。で、E ドライブあたりの倉庫に 2TB の HDD っていう形にしようと思っています。はい、そしてですね、これが一番でけえんだ。これがでかいんだよ。よいしょ。ケースです。ケースはですね、P7 サイレントってやつにしました。でけえ。想定外にでかい。もっとちっちゃいと思ってたんですよ。はい、なんでこの P7 サイレントにしたのかっていうと、今流行りのビカビカ光るっていうのあんまり好きじゃないんですよ。私はパソコンがね、光るとかそういうおしゃれは求めていませんので、もう箱でいいんですね。まあ、なのでね、このシンプルな P7 サイレントっていうケースにしてみました。さあ、それではね、果たしてうまく組めるのか、早速、作業開始したいと思います。はい、それでは組み立てていきたいと思います。本当はね、もっとスペースを広く取ってできればよかったんですけども、ちょっと部屋が汚いんでね、このぐらいしかスペース取れませんでした。まずはですね、マザーボードに CPU と、そしてメモリーを挿してね、いわゆる最小構成で動くかどうかの検証をしたいと思います。で、本当はね、組み立て手袋とかあればよかったんですけども、ちょっとそれ買わなかったんで、まあ作業する前になんかね、金属とかに触れて静電気を逃がしてから作業しましょう。ではね、このマザーボード。はい、こちらがマザーボードです。さあ、マザーボードを出したところで、このね、マザーボードの説明書に沿ってやっていきましょうかね。まずは、CPU を取り付けるって書いてありますね。はい。CPU をじゃあ付けていきましょう。これが一番怖いんだよ。CPU が一番高いパーツだからね、だって。いやー、この Ryzen 5、4万だからね。これでピン負けとかやっちゃったらもう泣くよね。
はい、これがね CPU の箱の中身ですね。こっちが CPU 本体で、でこっちが CPU クーラー、リテールクーラーですね。本当はガチで冷やすんだったらリテールクーラーじゃなくてちゃんと別のやつ買った方がいいみたいなんですけども、とりあえずなんかいろんなレビュー見た感じだとこの純正クーラーでもそんなに悪くない感じだったので、とりあえずこれで試してみます。でダメそうだったらその時に買えばいいかなっていう風に思ってます。さあ、一番緊張するな。 CPU の取り付けはねやったことないんだよね。インテルのやつはちょっとジャンク PC でやったことあるんだけど、 AMD 初めてなんだよね。AMD はこうなってんのか。そうなんだよね、ピンが CPU 側についてるから怖いんだよね。集合体恐怖症の方には申し訳ないですけどもね、こんな感じで CPU の裏にはピンがびっしりついてます。これ一本でも折っちゃうともうこの CPU はダメになります。ここのレバーを上げて、合ってる合ってる、この向きでいいんだな。矢印がここだもんね。よし、で閉める。 OK。だって次はクーラーだね。この CPU クーラー、これを開けよう。はい、これがですね純正リテールクーラーなんですけども、裏にね多分これグリス塗ってあるんですね。なんですけども、この純正のグリスだと後でこのクーラー外した時に一緒に CPU ごと抜けちゃうっていう現象があるみたいなので、これ一回拭ってね別で買ったグリスを塗りたいと思います。はい、今回はねこのグリスを買ってみましたので、これ使ってみましょう。はい、まあこのグリス塗りなんですけどもね、いろいろまあ宗教はあるみたいですよ、塗り方に。私はわかんないんで、とりあえず真ん中にこんな感じで持って気持ち伸ばしとこうか。皆さんはどんな感じで塗りますか？私教えてもらったのはね、真ん中にこうブリブリっと塗ってね、そのまま CPU くっつけちゃうみたいな感じで教わったんですけど、逆だな。説明書よーく見ると逆に書いてあるな。逆でつけてみようか。はい、ね、ファンがちょっと逆だったんでつけ直して、でここにこうだな。で次がメモリーの取り付けみたいですね。はい、メモリーです。これ買ったのいつだよ、1年近く前の気がするな。DDR4 32GB、 これロック片方なんだ。へえ、最近のマザボってそうなんだ。俺ロックの爪がこう両方にあるやつしかね使ったことなかったんですけど、今片方なんだね。楽でいいね。はい、これでハマったね。これであと電源をつけて、これで一回とりあえず BIOS がちゃんと起動するかどうかを見てみましょう。いわゆる最小構成ってやつですね。メモリーと CPU と電源で、 BIOS まで動いたら、BIOS アップデートを一回かけないと CPU が認識しないかもしれないな、ひょっとしたら。今回買ったのがね B450 っていうやつなんで、 Ryzen 5000番台ひょっとしたらまだ対応してないかもしれないんで、とりあえずまあアップデートファイルは落としておいたんですぐできるんですけどもね。まあとりあえず最小構成でいきますが、はい、案の定ですね、ダメです。今回買ったマザーボード B450 Pro 4はまだ5000番台のライゼンに対応してないみたいですね。なのでこんなこともあろうかと用意しておいた CPU を使ってまずは BIOS アップデートからやっていきましょう。はい、というわけで今 CPU をとりあえず仮のものに交換しました。そしたら、はい、ちゃんとこんな感じでね BIOS が起動しました。そしてここご覧いただければ分かります通り、ちゃんとメモリーも 32GB で認識していますね。で、さっきメモリー取り付けるときに間違えて、これの的なりに刺しちゃったんですけども、メモリー2枚刺すときは的なりじゃなくて、1個スロット開けて、それから付けてください。さっきね、何も考えずにボケーっとしながら付けたらね、あれ違うじゃんってね、間違えてたっていうね。皆さんは気をつけてくださいね。さあ、それでは BIOS アップデートやっていきましょう。これでね、USB メモリーに入っている BIOS データを、引っ張ってきてくれて、これで OK と。でまあ今ねこうやってもう躊躇なくやってますけども、基本的に BIOS アップデートっていうのはね、本当にやるかやらないかは慎重に考えて判断してください。もう今回ねこれはアップデートしないと起動しないんで仕方なくやってますけどもね、まあ必要な時以外はあんまりやんない方がいいかもしれないですね。それでは終わるまで待ちます。はい、というわけで BIOS アップデートが終了しました。それではね、もうこれで多分 OK なんで CPU を 5600X に戻しましょう。はい、今度はね、ちゃんと起動して Ryzen 5 5600X で認識しています。OK です。これで BIOS アップデート完了です。それではいよいよケースに組み込んでいきましょう。
はい、というわけでこちらがケースですね。で、このケースこれ裏配線できるやつなので、この反対側のパネルも外せるようになっています。まあ、とりあえずはね、この表面だけ開けてマザーボード電源をつけていきたいと思います。はい、とりあえず電源つきました。はい、とりあえずですね、こんな感じでグラフィックボード取り付けました。今はですね、仮で GT730 をつけています。今後ね、メイン PC をこっちに完全に移行したら、今使ってるパソコンから 750Ti を取ってこっちにつけたいと思います。まあ今更ね、 750Ti かっていう意見はあると思うんですけども、そんなゲームやんないんでね、全然困ってないんですよ。で、ここにね、これですね、こことここにケースのファンのケーブルをつなぎました。本当はね、この辺のケーブルももうちょっと綺麗にできたらいいんですけども、まあ初自作ということでね、ちょっとケーブルの取り回しは勘弁してください。まあそもそもね、サイドパネルがクリアになってて人に見せるためのパソコンっていうわけではなくて、もう完全にね使うようですので、まあ最低限ファンとかパーツに接触しなければいいかなという感じで今回はやっていきたいと思います。はい、そしたら次はですね、この電源スイッチとか、あとフロントについてる USB のケーブルとかね、この辺のものをつないでいきます。で、これらはこの辺のね、マザーボードのピンに挿していくんですけども、これ間違えないようにね、ちゃんと説明書を読みながら丁寧に取り付けていきたいと思います。まずこの辺が電源系だね。リセットスイッチはつけないでいいや。リセットは使わないでいいや。まずはパワー LED プラスマイナスがここですと。こういうことか。あと出てるのが HD オーディオ。オーディオってどこだ？オーディオは左下。まあ、正直ね、俺オーディオインターフェースつけちゃうからいらないっちゃいらないんだけど、まあ、とりあえずつけとこうか。あって損はないからね。これはただ挿しちゃいいんだな。そして残るがこれだ。USB。USB 3.0 だよね、これ。USB 3.0。OK。これがここだから、ということは、この段階でちょっとケーブルをまとめたいね、ある程度。OK。ちょっと待ってよ。ケーブルを一回まとめよう。これを、こっからこう生えてんでしょ？はい、そしてですね、ストレージなんですけども、こんな感じでね、裏に1個、2個、そしてさらにここ。ここにね、3.5 インチ2つの合計4個入りますね。まあ、ストレージはですね、メイン PC から移行する予定なんですけども、とりあえず、この 1TB の SSD、これだけ1個つけましょう。はい、というわけで、なんとか組めました。まあね、配線の方もね、ほとんど裏に持ってったので、まあ表は、割とスッキリしたかなって感じですね。ただお察しの通り裏面はぐちゃぐちゃです。ちょっとこれはもうお見せできませんね。まあ先ほど一応最小構成で起動するのは確認しておりますけども、こうやってねまたいろいろつなぎましたので、この状態でも起動するかを確認したいと思います。でですね、私バカなことにですね、 OS 買うの忘れたんですよ。ちょっとね、 Windows 買うの忘れてしまったので、まあ BIOS がね起動するかどうかまで見て今回は終わろうと思います。それではつないでみましょう。それでは果たしてちゃんと起動するのか押してみましょう。せーの、オン。お、ちゃんと起動した。まず光りましたよ、ちゃんと。はい、 OK ですね。無事 BIOS もまた起動しました。はい、まあこんな感じでしょうかね、今回は。はい、というわけで今回はパソコンを組み立ててみるという動画でございました。まあね、ちょっとBIOSのアップデートをしないといけないっていうところには引っかかりましたけども、でもそれ以外は、まあスムーズに組めたかなというふうに思います。でね、まあ今回の一番のミスはですね、OS、Windows を買い忘れるというね、痛恨のミスをしてしまいましたけども。まあでも、ここまで起動できたら、もうあとはインストールするだけなので、ハードウェア的な問題っていうのはないはずなんですよ。なので OS のインストールはね、急がずちょっとゆっくりやろうかなというふうに思います。
っていうのもね、まだ今使っているパソコンのデータをね、バックアップとかそういうのもやんないといけないんで、まあそれとかインストールしてあるソフトウェアのアクティベートを切らないといけないとかね、いろいろそういう作業がまだいっぱいありますので、まあゆっくりやろうかなというふうに思います。まあとにかくですね、今回は初めて自作パソコンに挑戦してみるという動画でございました。まあ割とね、地味な動画だったかなというふうには思いますけども、私的にはね、結構楽しく作業しました。まあ本当やってみて思ったんですけどね、超簡単です。一昔前だとね、パーツ同士の相性とか色々あったみたいですけども、最近はもう本当にパーツを集めてポンと組むだけで動いてくれますね。まあなのでね、今結構自粛っていう形でね、家にいる時間が多い方もいらっしゃると思いますので、この機会に自作パソコンチャレンジしてみてはいかがでしょうか。まあそんな感じでね、今回結構動画が長くなってしまったかと思いますけども、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、じゃあね。